開花天皇かすが伊佐川坂上領、廃所念仏寺山古墳は奈良県奈良市油坂町麻さんの寺にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、春日伊佐川坂上領として、第九大開花天皇の御捧ぎに事情されている。名称は、不法山古墳や坂上山古墳などとも。奈良市中心部、三通り、 油坂通りの間に位置する大型前方公園墳である。宮内庁により天皇陵に事情されているため、これまでに本格的な調査はなされていない。墳形は前方五円形で前方部を南南東方に向ける。古墳域は近世頃には近隣の念仏寺の地域とされ、 念仏寺の墓地として利用された際に墳丘が削られたが、幕末に墓地の移転と三ぎの修補がなされた。ただし、その両墓集地区で墳丘は大規模な改変を受けたと見られている。現在断地区は見られず、公園部、前方部境も不明瞭で公園部、前方部にかけての墳長も平坦となっている。主体部の埋葬施設は明らかでない。 この念仏寺山古墳は西側が遺体において出土した遠筒波庭辺筒から5世紀前半の築造と推定されている。また1975年や2008年度の鳥居建会の際には江戸時代の墓地下に関連した倉国旗木管が出土している。なお古墳域は後世に営まれた平城系では左京三条六望四坪に位置する。 平城系造営以前には、教育内に広範囲に古墳が分布していたが、平城系造営に際して念仏持参古墳や法、来山古墳のほかは、多くが破壊、作兵を受けたことが知られ、本古墳はそれら消滅古墳と共に、古墳群を形成したものと考えられている。古墳の規模は次の通り。なお、分級の収む量に伴って、分級規模は変化したとして、 元々の墳宮町を115から120メートル程度と推測する説がある。念仏寺山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内町では、第9代開花天皇の御捧ぎに事情している。開花天皇の御捧ぎについて、日本初期では、春日伊佐川坂本領、古事記では、伊佐川の坂上の所在とあるほか、演技式書量料では、 春日伊佐川坂上領として長域は、東西五段、南北五段、在京古住家無煙を毎年当てる旨と共に遠慮とされ、これらが本古墳に否定されている。ただし、水勢天皇から開花天皇までの、決死厚城と称される八代の天皇は、日本初期、古事記の諸人物の中でも極めて創作性が強い、人物になる。なお文久の修領以前は、 公園部分庁の円球場の高まり部分のみが開花天皇領とみなされていたという、ありがとうございます。